大家好，我是枝野，今天我来上野公园，我要参加展览，在东京博物馆，现在岩山青展览，你知道吗？最近我知道，我觉得很有意思去展览，所以我来参加，这是日本年轻人对这个展览没兴趣。听说岩山青学的真好，我想学夜市历史，中国历史，说话吧。博物馆里不能拍视频。看到专栏很有意思，非常好。はじめ小自体は退屈なものかと思ったけど、いろいろ解説があったので面白く見えました。思ったのは、書はただの情報を伝えるだけの手段じゃなくて、その形の美しさとかそういうものがかなり重要なんだなと思いました。顔真大岸さんたちの書がなんで現在まで残っているかというと、その書が美しいからたくさんの人が伝えたいと思うんじゃないかなと思いました。確かに昔は技術がなかったから書は情報を伝えるための手段だったんだけど、美しさがないとその重要な文章とか考えとかが伝わらないんじゃないかなと思いました。最初大岸さんの書を見てたんですけど、すごく繊細で美しくて、かなり精密で、本当に人間が書いたのか疑いたくなるような美しさでした。その後に、ガンシーケさんの書を見ると、すごくなんかこう感情が出てて力強くて、その前の時代との書とは全然違うものなんだなっていうのをすごくよく分かりました。多くの人に愛されている理由が分かりました。また書道の歴史も面白くて、その日本で一番書がうまいと言われているのが空海なんですけど、空海も大岸さん唐の時代の書家たちの、書を学んで、それを日本に持ち帰って、で書を広めているっていうのを知りました。他にも空海で今以外でも嵯峨天皇とか藤原行成さんとか、いろんな人が中国の書を勉強して、その当時の日本に伝えているっていうことは分かりました。遣唐使が廃止されてから、中国の文化をただただ輸入するだけじゃなくて、その後は日本独自の発展を遂げているっていうのも知って面白かったです。中国書の全体の歴史を、もう解説されていて、で印刷技術が発展すると、そもそも書のオリジナル書のうまさってなんだってなって、印刷された文字を真似するんじゃなくて、もっとオリジナルな、なんかあれですよ、石碑に印刷されていた、石碑に書かれていた文字をもう一度学ぼうっていう運動が途中で起こったなっていうのがすげえ面白くて、またその石碑に書かれた文字をまた参考にしてるんだけど、でもやっぱり顔真さんの文字の美しさっていうのを人は忘れたくなくて、その顔真さんの特徴とかをそれにまたミックスさせて、書を発展させているっていう歴史が分かってすげえ面白かったです。
現代の日本ではなんかあんまり関係ない話なのかなと思ったけど、解説には印刷物やウェブページにもいっぱい使われている明朝体っていう本とかあるんだけど、その明朝体っていうのは顔真さんの影響が結構出ているらしいです。なので現代の日本人にも結構通ずるものなんだなと思って感心しました。フェイちゃんはフェイちゃんは博物館里面中国人中国人中国人日本大事大骂然后职业日本年轻人没有没有啊，とても面白かったです。ではまた再见，拜拜。如果你喜欢我的视频，请点关注和投硬币。再见，拜拜。